今日も一日お仕事、学校、部活、家事、育児、その他諸々お疲れ様です。こんばんは。こんばんは。ありがとう、来てくれて。昨日はね、お昼の配信だったので、来られなかったという方も多いと思います。来てくださりありがとうございます。本日例えばテニスの生写真今日までだったな。忘れてた。めえ、忘れてた。忘れてたよ。忘れてたよ。なんかまた新しくあったよね。パジャマみたいなやつ。そんな感じ。生写真は結構定期的に、頻繁に発売されてるので。あれあれあれ、テニスじゃなかったっけ。テニスじゃないか、ゴルフだっけ。あれ、チアリーダーだ。チアリーダーの生写真か。もうちょっとバラバラ。なんか 前結構さ、頻繁にさ撮影しててさ、だからごめん、テニスじゃなかった、チアリーダーだった。いや、私の写真が結構チアみたいな感じなんですよ。そう、テニスはめっちゃ昔に撮ったわ。うん、ぐちゃぐちゃ記憶が。はい、ありがとうございます。寒いな、なんか変な風に寒い。うん、ね、ありがとうございます。明日はマミムメモ公演。マミムメモ公演でございます。明日はなんかちょっと久々な気もするけど、そんな毎日行ってる、毎度の旅に行ってる、久々だねって。明日のマミムメモは20歳になって初めての公演になります。はい。でね、残り数少ないアブコナさんとの公演なので。あれ、アブコナさんってもうない、もしかしてラスト、明日でラストかもしれない。明日で、さっき発表されてたよね、6月26日にあゆ太郎さんの卒業公演があって、私たちも出演させていただくんだけど、ラストか。18日19日は分かんないけど。そっか、なんかね、劇場の定員数増えるらしいですね、らしいですね。いや、そう、ほら、来週はさ、そのあゆ太郎さんの卒業公演のリハーサルが詰まってるたり、あと他のお仕事がね、それぞれそのあゆ太郎さんの最後のお仕事だったりとかが多分あるから、全然ね、多分ないんですよね、やれる場所が。そうそうそう、そうなのよね。で、あゆ太郎さんの卒業公演が終わったら、もうカラーズの準備間に合うのかしら、どうなんだろう、ちょっとわかんないけど、それもあるから6月はもうちょっとドタバタですね。来週からは、まあ来週、私は来週の中旬からちょっとバタつくんだけど、休みなくて。まあね、今ちょっとやっと何これ、なんかよく分かんなかった。そう、この前バンドの本番が終わって、で誕生日を迎えて、バンドのバンドの本番が終わったことによってちょっと落ち着いたの。
だから誕生日も少し余裕を持って落ち着いて参加できて、でもね、あゆたろさんの卒業会のリハーサル始まってたりするんだけど、そう、まあなんかこう出る曲によってねバラバラだったりするから、でね、やっと落ち着いて、まあ公演とかあったりするけど、来週の来週の中旬からまたちょっとドタバタですね、はい、7月はねオンラインおしゃべり会とか始まるから、そうそうそう、でね一応ツアーもね始まるらしいから、だからリハーサルも入ってくるしね、7月になったら多分リハーサルが始まってくるから休めないです。なので皆さんも休めないと思ってください皆さんも休めないと思ってください。いや正直公演は打ちづらくなると思う。そのおしゃべり会があったりだとか、なんかそういうこうなんだろうので人が集まらなくて、そのメンバー側がね、メンバーのスケジュールが合わなくてなかなか打てなくなるんじゃないかなって思うんだよね、公演。公演を打つっていう言い方はもしかしたらこっち側しか言ってないかもしれない。そう、公演がないかもしれない。そうそうそう、そうだね、来月テラヒナの卒業もあるね。そうなんだよ、なんかまだ正直実感湧かないんだけど、うん、ね、ね、ちゃんと卒業公演してお見送りはしたいですけどね、やっぱり最低限、うん、そのツアーでバタバタしてたりしても、まだツアーの日程が発表されてないから何とも言えないけど、ツアーがどこにあるにしてもやっぱりちゃんとね、こう卒業公演で見送れたらいいなっていう気持ちはやっぱありますね。ていうかそうだ、さっきドタバタとか言ってたけど、あれじゃん、6月29日にはあれ発売するやん、アルバム。ね、そのプロモーションのイベントは分かんないけど、プロモーションのなんかきっと配信だったりとかさ、発売記念うんちゃらみたいなのがやっぱいっぱいあると思うので、そうそうそう、まあ多分それぞれメンバーがどこに行くかとか、なんかどこに行くかっていうか、その何に参加するかっていうのはまた別だと思うんだけどさ、うん、ね、そうそうそう、多分あると思うから、そういうプロモーション活動っていうのは。まあね、いっおっと足がね、現体制の一期生ドラさん、二期生のメンバーでお届けする曲たちっていうのは多分これが最後になるんじゃないかなと思いますので、アルバム、まあ、シングルじゃないけどね、うん、多分次のシングルからは三期生のみんなも、まあ、選抜かどうかは分かんないけど、一緒にこう作り上げていくことにはなるだろうからね、800日おめありがとうございます。そうなんです、今日毎日アイドル800日、800日、なんか怖いよね、正直とっても怖いもん。継続は力なりって言いますけれど、継続してることでね、何が得られたかというと、私のなんかが上がったかって言われるとちょっとあれですけれども、まあでもなんだろう、ずっと喋る力は手に入れたんじゃないですかね。いや800日ってか怖いでしょ、
800日間なんか同じこと続けたことあります？皆さんあります？1日も休まずだよ。1日も休まず800日なんかやってることあります？そう、もうね、それはもうその、なんだろう、生活なのよ生活の一部というか、なんていうの、やらないと死んじゃうことなのよ、もう健康のために続ける習慣なのよ、それはもう。ね、そんな時を過ごしてるわ、800日っていう、とんでもないですよね、ほんと。いやだから怖いなって思って、なんか怖いっていうのは客観的に見た時にその数字怖ってなる、800。うん、別にだからといって何が怖いかって言われたらそれは違うんだけど、数字のだけ見たら800っていう数字はちょっととんでもないですよね。800円とかとわけが違うからさ価値の重さよ。いや面白いのがさ、なんかそのでなんかつまり2年といくつかでしょ、2年間24分の1、だいたい24分の1をね、2年間の24分の1は私配信してるの。そう考えると結構すごいですよね。そう、だから800日を24で割ったら33、まるっと33日間配信してるのよ。実際私はその24分の1以上に配信してる時もあるから、そう、もっと多いんだよ。だから多分40日、まるっと40日ぐらいはあるんじゃないかなと思ったりするんだけど、33日、そう、800日のうち24分の1ってことは33日間、まるっと、そうだよね、800÷24、今せ計算したけど800÷24、あ、待って、33.3333 だから、ずっと33日間、1ヶ月ずっと寝ずにずっと配信してたら私の配信時間に追いつくぐらい、やばくない？そう考えると怖いでしょうん、そのくらいっていうこと。一気にギュッて、一気にギュッて、その私が配信してる期間をまとめたら30日間まるっと、33日間まるっと配信してるぐらいってこと。まあもちろん短い時もあったり長い時もあるから、そのぴったりこんぐらいじゃないと思うんだけど、そう、水飲むわ。いやなんかすごいよね、ほんとほんとすごいなとは思うんだけれど、まあ、これからもね無理なく続けようと思いますのでよろしくお願いします。そう、800回が節目というよりかは多分100回ごとにね節目になってると思う、ショールームのギフト的には。今はなんかね時期が被ってるから誕生日の背景になってるんだけど、いつもだったらその記念日、何日、毎日ある何日の記念日の時後ろの背景変わってるはず。
多分ね。千日はもうほんとすごいと思うわ。千日っていつになるんだ。これで800日だから200日後でしょ。これで800だから7 14 21、ん7 14 21 28、35、42、49、49、56、63、70、7、14、21、28、あ、間違えた間違えた、めっちゃ間違えたわ。28、70+28は79、98、むずい、待ってむずい、98、28 4、5、7、35、37、56、63、70、140が11月4日、140が11月4日です。24じゃないな。ちょっと待って。24、なんで24ってなった。あれ21、あれ11月4日が140って言ってね。7 14 21 28、28 35 42 56、この辺だ。56、56 57 58 59 60、12月27日。あれあれずれてる。え、なんで1月3日なの。あれあれ11月4日で、あれなんか1週間間違えてるな。あ、なんかどっかで1週間間違えてるかもしれないどっかで1週間数え間違えたみたい。すいませんでした。7 1 2 3 4 5 6 7、あ、50 51 52 53 54 55 56 57 58 59、あ、ほんとだ、ごめん、私がどっかで間違えてた。1月3日らしい。1月3日に、毎日アイドル、千日です。いつもだったら新春公演の次の日ですね。なんかそう思うとすごい先のことだな。今めっちゃカレンダーで数えてたんだよ、私。1週間ごとの。つまり今年ってあと200日切った。確かに。それはそう。まあでも200日って意外と1年の半分ないぐらいだからな。あ、で1年の半分、そう。1年の半分よりちょっと多いぐらいだからさ。そうそうそう。あっという間に今年も終わるべ。今
年が終わったら、今年が終わったら何だろうな、何が変わる ?2023 年になる。それはそう。そっか、令和になってもう4年と半年なんだ。まあ令和になってっていうとちょっと違うか、まあ4年まるっと4周年ぐらい、令和になって。999回ってひまたぎで配信できるのかしら。配信できたとしても毎日アイドルには加算されないよ。あの5時からだった気がする、確か5時か4時か忘れちゃったけど、ショールームの日付変わるタイミングがあって、だからそれよりも後じゃないと日付は変わらないかな。いや、なんか記念配信とかはその変わった瞬間、例えば誕生日とかも誕生日になった瞬間にお祝いの配信をしても良いんだけど、それだとやっぱり見られる時間が限られてる場合の人が多いから、その夜の、まあ、8時7時9時とかがちょうどいいんだよね。みんなが見られる時間、見られる人が多い時間がいいから、だからいつもね遅めの時間にしてる、そういう記念配信とかは。まあ、今日みたいな別に800日ぐらいだったらいや軽くは見てほしくないんだけど、まあそういう別になんかでっかい記念の話じゃないんだったら別に気にしないんだけど、そうなんかそうじゃない誕生日とか、なんだろう、さすがに1000日とかは多分なんていうの、仕事がない限りは、そう、なんかいい時間で配信したいなって気持ちはあるのよね。いや本当800日をね、800日程度にしてほしくはないんですけど、紡いできた時間がさあるからさ、それを程度にはしたくないんだけど、別にそれで毎回 お祭り騒ぎしてたら100日ごとにお祭りしちゃうからさ、そう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 。ちょっとそれはねお腹いっぱいですよね。なんかチャンネル登録者数がこうなんだろう増えるのと違うからさチャンネル登録者数の話面白いですよね。なんかこう YouTube ってもうすごいなんか規模がでかすぎて、なんか1万のチャンネル登録者数で少なく感じるけど全くそんなことはなくて、そうそうそう、1万人の人が見てるってすごいことじゃないですか。でもそれ以上に100万人500万人みたいな、そういう人が増えてるから相対的にね少なく見えるけど、だからなんかそのクリエイターさんが運万人記念つってやるじゃない、例えば1万人記念で2万人3万人4万人うんちゃらうんちゃらつって、でどん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 こう規模が大きくなってくると100万人記念の次は150万人とはさ今までにやってきたものをすっ飛ばしてもう伸び幅がっていう、
ありますよね、そういうの。そうなのよ。なんだろう、最初はこうまあなんかもともとバリューがある人だったら別だけど、なんか最初は1000人記念とかさ、100人記念とかさ、そういうのちっちゃくやってくじゃ、で1万人突破したら次2万人で3万人4万人5万人6万人7万人10万人で、最初はその1万人ごととかでやるんだけど、10万人ってなって次15万20万25万で、そもそもなんかそのそのお祝いをすることをする時間すらもなくぐっと伸びる人もいるから、もう気づいたらなんか10万人だと思ってたらもう30万人行ってましたみたいな、バズったりするとね。そうそう、そういうの見かけますけどね、よく。最初は1万人ごとになんかしてたんだけど、そういう1万人ごとでなんかするのも間に合わないぐらい、なんかこうありがたいことにそう見てくれる人が増えてみたいな。やっぱこう見てくれる人が増えたらその分再生回数伸びたりして、こうバズりやすくなるから、やっぱだからバイバイゲームですよね、結構。うん、そう、なんか50万人とかも超えるともう50万人からはもう10万人ごとだよね、結構。まあそもそもその YouTube が規模が大きいからね、なおさらそうなるんだけど、もちろん場合によるし、その時の伸び具合によるんだけど、ね、だから伸び続けるのってすごいなって思ったりするけど、やっぱ一回こう落ち着いた状況に入っちゃうともうなかなか伸びづらくなるじゃないですか。何もそうだけど、こう何事もこうこうやっていけば結構安泰じゃん、グラフが。逆かな、みんなから見るとこう。だけどこうだとね、こういう伸び方をする、こういう伸び方をすると絶対どっかでこうなるから、そうだから緩やかなこうとかがね、本当にめちゃくちゃ良かったりする。そう、何事も。私結構なんかツイッターとかインスタのインサイト見るの好きだったりするから、面白いですけどね、見ると。でも結構何がきっかけでそうなるかとか分かんないじゃん、 TikTok とか特にそうだけどね。 TikTok はもうこうだよね、こうなんかそれぞれ、なんかそれぞれみたいな。いやそう、結構私さ、もともとさ、なんだろう、結構なんだろうな、なんだろう、その場だけ流行ってるものっていうのがあんまり得意じゃなくてさ、なんていうの、なんかいわゆるミーハー的なさ、そういう流行り方っていうのがそもそもそんな好きじゃなくて、そうなの、あのなんだろう、なんかやっぱなんかなんだろうな、もうその伝統的なコンテンツっていうか、結構昔から愛されてきて
今も愛されているっていう、なんだろう、そういうコンテンツが結構好きだからさ、そのもの自体が悪くないんだけど、その TikTok の今流行ってるものが流行って、その後すぐに廃れるっていうか、あ、そのもうそれはもう古くないっていう、そういうなんだろう、そういう雰囲気があんまり得意ではないかな。なんとなくわかる？そのコンテンツ自体とか TikTok 自体は全然面白くて好きなんだけど、それに対する結構なんかもうこの曲はもう古いみたいな、そう JK が言ってそうでしょ、その服もう遅いよ古いよつって、うん、っていう、なんか良いコンテンツでもすごいなんか使い捨てみたいに扱われてるのをちょっと見てられないところはある。本当今何流行ってんのみたいな、だってついこの間だもんね、この曲だったじゃんみたいな、そう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 なんだよね。だからなんかそう、それはもう前からね、もういにしえのオタクたちはそういう風にこう勝手に曲が使われて、勝手にこうなんていうの、勝手にこうその使い捨てみたいにされてるので、それを TikTok の曲って言われるのはやっぱ気に食わないよねっていう意見が多いんですけど、それはその通りだとは思う。そう、悲しい話よ。ただまあそれがね完全に悪いことといったらそうではないので、やっぱそれをきっかけにね知って好きになってくれる人がいるならそれでいいんだけど、ただやっぱ扱いがね、それでなんかこういやもうそれは時代遅れだよっていう風に言われるのは悲しい。うん、いや TikTok 自体はすごいんだよな本当に。うん、やっぱ若者の流行を作り出せるっていうところはすごいと思うのよ。だから今までの雑誌とかテレビとかインフルエンサーがやっていたことを TikTok という媒体自体がこう広めてる。雑誌の今年の夏はギンガムチェックが流行りますよとかさ、そのテレビの芸能人がやってる、例えば松田聖子さんの聖子ちゃんカットとか、まあ、ママの世代がそうなんだけど流行った時代とか、そういうものを今 TikTok が全部作り上げてるじゃん。この曲が流行る、このコーディネートが流行るとか、すごいですよね。エンタメが何でも、しかも別に一個に限った話じゃないしね。うん、ファッションとかだけじゃなくて本当に幅広い流行が渦巻いてるから。その代わり、あの偽りの情報が拡散されるのも早いんだけど、インターネットっていうのは。
だでも多分数年したらまた流れは変わってるんだろうなっていう、結局それも移り変わってるじゃんね、なんかいろんなもの。でも5年前のことさちょっと思い出そうよ。5年前って何がさ流行ってた？5年前は2017年、私がまだ NGT に入る前のお話、中3の時、中3は分からん、ちょっと私が SNS やってないから分かんないな。中3は私何してたっけな、2017年、多分 YouTube 全盛期、あそううんそう、いや全盛期って言ってもその初期の全盛期って感じ。いっぱい出てきた、2017年流行った人とかいっぱい出てくるわ。 JCJK 流行語大賞、丸々みだって、ハンドスピナー流行ったの2017年だってさ、何々みバブみとか分かりみとかそういうこと、マジマンジが流行ってんのも2017年だってさ。2017年流行ったこと TT ポーズ TWICE、インスタグラムのストーリーズがなんで2位なんだろう、ナイトプール、ハッシュタグ丸々に使っていいよだって。だってやっぱ YouTuber が流行ってるもん、流行語大賞で。獣フレンズとか、すごくない？あ、スイッチの発売もその頃かも、確かに。インスタ映え、え、そうなんだ。2017年、のなんかアニメはちなみに2017年のアニメはいろいろあるけど、なんだろう、あ、おそ松さんの2期が2017年か、終わり物語だ、終わり物語2017年、かけ狂いとか、あ、日のプリキュアも見てたな、あ、獣フレンズだやっぱね。ね、獣フレンズはね、一期最終回が泣けるんだよ、あれで泣けるんだぜ、あの作風で。ケモフレって泣けるんだよ、最終話見たことあります？獣フレンズ一期結構ガチでね、うるうるくるんだよ。今どこで見れるんだろう、てかいろんなアニメあるな。
なんかでも懐かしいアニメで振り返るっていうのもねいいですよね。2017年、5年前からやっぱ変わるもんだよね。インスタだってなんかメインが、あ、宝石の国だって、あ、宝石の国ちょっと気になるんだよな。だいぶ辛いらしい。ヒロアカに行き、魔法使いの嫁、あ、これ種崎さんじゃん声優。あ、そうだったんだ。アーニャの声優ですね。メイドインアビス、はあ、あーね、いっぱいある。まだマミムメモなんだけど、あ、終わった終わったわすごいいっぱいあった。ちなみに私待って、いや、そう、今のはねすごい印象に残ってるアニメをねあげたんですけど、2018年はちなみに私途中でねこっち来てるから全部見れてないのが多くて、ね、いろいろあるけど気になるのいっぱいあるなめっちゃ気になるのはいっぱいあるんだけど、あ、ウマ娘が2018年だ。あ、風が強く吹いているってあれじゃん、ななこさんが出てる舞台のやつの 原作のアニメか、駅伝のやつアニメ化してるんだあれ。あ、出た、からかい上手の高木さん。高木さんは私これ見れたっけな、最後まで覚えてないな。高木さんも見てたよ当時。今映画やってる、キャプテン翼の2018、これ弟を見てたかもな当時。あ、銀魂ね、銀魂はもうなんか毎年やってるイメージあるけど、ゲゲゲの鬼太郎ライロゼゼゼゼ、ゲゲゲの鬼太郎6期よみんなね、え、第6期沢城みゆきさんが鬼太郎やったやつ懐かしい。これはね結構見てましたね、見られる時に。噛みすぎです、見られる時に見てました。あ、サイキクソウの災難完結編、これ途中までしか見れなかった、こっち来ちゃって見る方法がなくて、災難サイキクソウは途中まで見た。あ、2期も見てた、あ、どっちかだな、2期の途中だったか完結編の途中だったか忘れちゃったけどね、見てましたね、全然好き。うん、いろいろある。あ、宅飲み私見てたな、これめっちゃ短めの、なんか短めだったかな、わかんない、宅飲みっていうアニメを見てましたね、女の子たちのやつ。本当にただ酒飲むやつなんだけど、なんでか分かんないけどこれ私見てたわ。え、多田くんは恋をしないも見てた、待って懐かしすぎる、ちょっと待って、あれ、ちょっと待って、ああ、閉じちゃった一回。え、日野、多田くんは恋をしない見てた、へえ懐かしい。これどんなやつだっけな、なんかね覚えてないな、覚えてないな、なんだっけな、いやほんとタイトルの通りだった気がする、なんか恋ができない男の子の話だ、男の子っていうかもう大人だった気がするけど、夏
中村雄一さんがやってる、だがしかし2見てましたね。だがしかしはいいですよね。なんか久しぶりに見たらこれ見てたなみたいな、やっぱあるもんなんだね。働く細胞ですよ皆さん。働く細胞は知ってますか？結構良かったよね、人気だったよね。花澤香菜さんが赤血球を、演じてたやつ。毎日毎日仕事中、あ、ピアノの森も見てたな。見てたっけ、なんか途中まで見たかな、ピアノの森。今ハ行ですね。あ、ポプテピピック出た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 、問題のアニメ。あ、魔法少女俺も見てたよ。で、魔法少女サイトも見てたポプテピピックと魔法少女俺と魔法少女サイト見てましたね。魔法少女俺はね、すごい癖強いので、そう、めちゃくちゃ癖強い。魔法少女サイトはこの前、これ途中までしか見れなくて、この前アマプラだっけでね、全部見ました。で、ちなみに言うと原作も読んだし、続編じゃないか、前日譚というか前編か、魔法少女サイトが実は続編になってて、一応一つシリーズつなぎなんだけど、全くの別作品でもある、同じ作者さんの魔法少女オブジエンドっていうのも全部読んだ。原作魔法少女サイト、原作とアニメ全然違う展開で面白いですよ。そう、なんかいっぱいあるな、見たことある名前のやつもいっぱいある。ラーメン大好き小泉さん見てました私ラーメン大好き小泉さんはね、いいぞ、よかった気がする。なんかいっぱいあるな、なんか、あ、バイオレットエヴァーガーデン、この時だったか。あ、オタクに恋は難しい、オタ恋はね最近見ました、アニメもう一回。オタ恋はねいいよねオタ恋はね、あの、うん、アニメの方ね、アニメのオタ恋はね、原作再現がしっかりしてましたね。オタ恋はそう、あの、実写化したけど、そうそうそう、まあ、それはまた実写化は実写化でね、あの、なんだろう、全くの別物として見たらめちゃくちゃ面白くて、オタ恋は本当にアニメのその原作の再現っていうのがとっても良かった。だからどっちも普通に好き、私は。オタ恋はあの二富士の声が、あのプロセカの青柳斗也くんの伊藤健人さんなんですよねマニアックな話。そう、多分そこで人気だったと思うんだけど、でやっぱあと沢城みゆきさんがいいんですよね。沢城みゆきさんの花ちゃんがすごく好き、いいんですよ。おたこいは2期はやってないけど、漫画で普通に楽しめる。でしかも声が再生されるからさ、キャラクターの良い、その頭の中で勝手に再生してくれるからさ、イメージがすごいぴったりで。そう、オタ恋も良かったよね。でヴァイオレット・エヴァーガーデンは最近って言ってももう2年前ぐらいになるんだけど、そう、ユナコンチで見て、映画もみんなで行ったっていう。2018年の方がなんか見てる感じ多かったな。2016年、2017年、2018年が私にとってのアニメ全盛期で、私が見てたっていう意味の全盛期ね。それ以来、その中学の時見てたんだけど、それ以来は新潟来て、なんだ、
アイドル活動をしていたので、アイ活をしていたので、そうそうそう、だから新潟に来てからだと全然見れてなくて、2018年のその春先までは見てたんだけど、そっから先はね全然こっちで見る方法がまああったりはあるんだけど、待てなくて、普通に次の発売って次の放送までにとか、あとそのサブスクも入ってなかったから当時、だから全然見てなかったけど、2016、2017、2018はやっぱね楽しんでましたね。うん、そう、いや今年もできればね、今年のその春アニメからもっといっぱい見たい。でもね、また昨日も言ってたけど、昨日もじゃない、さっきも言ったけど、あれなんですよ、ちょっと誕生日が終わってちょっと落ち着いて、まあ、明日公演ある、明日早いからねもう寝るんですけど、明日はその、明日はじゃないわ、すいません頭回らない日、今日ね、また来週の中旬ぐらいからドタバタしてしまうので、あんまり見れないからさ、そうそうそう、だから結構ね探しつつなんですけど、そう、明日は公演でございます、公演です。なんかいつも久々だねっていう話をしてるんですけど、まあ今年も久々、今年じゃないわもうボロボロ、なんでなんでなん、うん、ね、ちゃんと寝なきゃ、ちゃんと寝て起きなきゃ、大丈夫かな、でも今日変な時間にね昼寝しちゃったからさ、ほんとよくないよね、どうしよう、うん、頑張って寝ますね、ちょっとむくんでないか心配だわ、そうね、お酒も飲めるようになってさ、誕生日と昨日もちょっと飲んでみたりもしましたから、でも今日はね全く飲んでないの、ちゃんとね明日に備えてね、そう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 だな、なんかね、二日酔いみたいなのはまだないですね、経験してないですね、うんね、ちょっとね、ほうね、すぐに20歳になってその調子乗ってね、めちゃくちゃね飲みすぎてさね、もうなんか酒豪になったらちょっと困りますから、お酒は強そうですけどね、なんか飲んでみた感じ、焼酎のソーダ割り飲めたこの前、麦焼酎のソーダ割り飲めた、意外と飲めなかったのに、1回目飲めなかったのに次の日飲めるやんみたいな、そう、いやわかんない、なんか味が薄かったのかもしれないけど、あと果実酒のロック飲めた、もうジュースでしたねあれは、いや多分ものによると思うけど、そう、でもビールはまだちょっと挑戦してないね、ちゃんとは、いやほんと、いやね、お酒飲みすぎてね、お酒飲みながらそのおつまみ食べ過ぎて太らないように気をつけなきゃっていう話はね常々思ってますので、気をつけます、うん、まだ私だから20歳だって3日目だからね、それでのんべえって言われてもちょっと困りますよまだ私は20歳になってワクワクしてお酒を楽しめるぐらいのワクワク感だから、違うよ、ね、みんなもそうだったでしょ、20歳になってすぐはさ、そう、私まだ一人で飲んでることはないから大丈夫、そう、私多分ね、そうね、回数はもう初速が終わったとこですよね
うん、はい、ということで今日が終わる。ツイッターにね、今日お誕生日の3期生の木本優奈ちゃんのイラストをね投稿しました。ちょっとねまだ会ってなくてどんな子なのか分かんないから、なんとなく写真見てこういう感じかなっていうので想像して簡単に描いてみました。そう、ちょっとねゆっくり清書する時間はなかったので、自分のイラストもそうなんだけど、ああいう感じでおしゃれに仕上げてみました。おめでとう。そう、まだ会えてないからさね、会ったらどうして私の名前を書いたのかやっぱもう一回問い詰めようと思います。もう一回っていうか一回もやってないからね、問い詰めようと思います。はい、ということで壇上読みます。13位ゆかおしじいさん、12位くじちいさん、11位しんちゃろすさん、10位たむひろさん、9位、ベロさん、8位しんいちさん、7位たかおいちゃんさん、6位とうごさん、5位むっちゃんさん、4位ひろしさん、3位ひよりげたさん、2位いちたさん、1位はがりのギスターウさん、ありがとうございます。ということで、ありがとうございました。今日も一日お仕事、学校、部活、家事、育児、その他もろもろお疲れ様でした。また明日、おやすみ村、バイバーイ。おやすみ村。